はいはいです。今回はですね、まあ、ちょっと抽象画的な絵を描いてる時の、まあ、やり方とか描いてる時の考えとかが知りたいっていうコメントがねいくつかあったのでお話ししていこうと思います。まあ、いつもはね無音で撮ってることが多いんですけれども、まあ、今回は音声付きってことで、まあ、こういう抽象っぽい感じ、何かキャラクターを描くとか決まってない時は手が動くままに任せてることの方が多いかなっていうふうに思いますね。うん、なんかその時に例えば歯ブラシ使ってみたら、あ、この歯ブラシの表現いいかもみたいな感じで、その途中で方向を変えたりして描くことが多いかなっていうふうに思います。まあ、あとはマスキング使ったりとか、あと使ったことがないもの、100均とかに行って、まあ本当はね絵描き用じゃないけれども、まあこういったスプーンだったりとか、あと筆以外のものですねっていうのを、まあこういうので描いたらどういうタッチになるかなっていうことを考えながら、まあ買ったりとか描いたりとかすることが多いですね。まあ、その絵のコンセプトっていうのを決めるのは、まあ、大体描いてる途中が多いですね。例えば楽しい絵を描こうって思いながら描いたりとか、あと今回のテーマはこういう絵で描こうっていうのは基本的に後に考えますね。途中に考えて、あ、この絵こういう感じのイメージがするなって思った時にそのタイトルをつけようっていう感じでいつも描いてます。なので、まあ今回はねちょっと短いんですけど、まあ、もうすぐ完成するのでよかったら最後まで見ていってください。作品のコンセプトもね最後に文章で載せるのでよかったら見てやってください。 Thank you.